この間ですね、あのね、すごいなと思ったのが、す、うちの猿橋ね、猿、が、ある日家にいて、で、仕事に出かけようとしたんだって。した携帯がない、だって、ね。あれと思って。まあ、スマホですよね。んで、あ、ないと思って。でも家中探すわけじゃないですか。で、昨日の夜、別に帰ってきて、家で使ってるから、 どう考えても家の中に、まあ、絶対あると。外ではないからね。で、奥さんが、じゃあ鳴らしてみる、つって、鳴らして、な何も分かんない、音もしないと。で、うわぁ、おかしいなと思って、昨日家帰ってきてから、そんなね、狭い自分の家の中で。4次元じゃないかな。4次元と思うじゃないですか。 ねほんたまにあるじゃないそういう本当にわけわかんないやつ四次元だとそういうの俺もたまにカキピーがなくなってる絶対どっかだよそんなのもポロッと落ちてねあれあるある立ち上がって布団も全部あってもないんだからすげえとんでもないってころ俺のね他県ねケツのね左側のねケツのあたりにね次元の空間小さい空間があるめちゃめちゃ狭いとこに 僕は絶対あるいいでそれで事件の多分、うん、誰かが「あ、うん、こんなとこに柿ピー」っつって降ってきたのを食べてんだねまあそう思っててもいいと思うけど <laughs> 絶対そうじゃないですよ <laughs> 半年ぐらいつらもらう一方で いや <laughs> いやいや、あいつだとか知らないけどこっち来たことないんだから、えー。いやいや、半年後ぐらいに絶対。3>, 3次元から来ないかなと思ったら。あ、2次元から。<laughs> 次元から2次元から来ない 2> 2からな。ペラッペラなんか、ペラペラなんか来るの、それ。何なんだろ、2次元から来る。のかんねえんだだって2次元だろ。な。<laughs> で、ほんでね。<laughs> まあ、家の中ももういろいろ探すわけですよ。カバンの中なんかないと。 えっつってで。昨日家帰ってきてからやった行動をまあ思い出す。そこは家じゃなかった。いや、家だよ。奥さんもいいんだし。ね。別の奥さんいや、別の奥さんじゃないわ。あるか、そんなこと。隣の奥さんの隣の奥さんじゃないよ、別で、こう、いろいろ探して、矢口だっ,た口だった大問題したらもうそっちの話。<laughs> そっちの話が見えで、ない。で、いろいろ、じゃあまあこう、別にね、家帰ってきて、やったことなんて高橋入れてトイレ行ったとかさ、でそのレベルじゃん。そなんだの 土屋アンナなんで,で探し探してほしいって,言って。土来てくんなかった、やっぱり。うん、<laughs> 呼んでないからね。その、ののあのね、のいや、本が悪いじゃなくて <laughs>、<laughs> 本がじゃなくて、土屋アンナは別に来るわけないですよ。ほのかも来ないですよ。うん、ねあれもだってあれでしょあの、その企画を持ち寄った、あの、編集者の人って同一人物なんだってね。うん、だからそれをお前からしか聞いてないんだけど、その話。あ、そう。 いや、あの、いろんな。誰もそんなこと言ってないよ。いや、アッコに任せでも言ってましたよ、アッコさんが。あ、そうええ。なんか、お前一人で、なんか、その噂を流して。流してみない。<laughs> 俺、なんか、なんか、ネットニュースみたいななんかで見たのよ、それで。<laughs> で、そうそう、あれは、本当に、あの、出版しあ、原作がそれぞれあるわけじゃないですか、当然。で、そのなんか出版社が同じとこで、で、担当者が同じ人で、で、同じように、この本で、 こういうお芝居どうですかで、この本でこうお芝居どうでそれぞれにあったっていうのも本当にそうなんだって。別にだからって言って偶然なんだろうけどね、それは。あの、その出版社の人が何か仕掛けたとかではないよ。そういう話になってるわけじゃないけど、あまりにも偶然で、なんか奇妙だねって話なんですけどね。で、主,主演のね、女優さんが、あの、舞台のその、練習を来なくなり、中心だったって行きさつが同じだから、しかも時期がほぼ同時にっていうね。うん うん、まあ、それはいいんですけど。<laughs> で、探してないと。で、もう一回鳴らそうっつって。鳴らして、うろうろしたら、トイレの方から、なんか音が聞こえんだって。ブーっていうなんかね。あ、えトイレさっき見たのにと思って。トイレ行って。ないんだって。便器の中からいろんな棚とかあるじゃない。でもなんかこっちの方か音がする。ええー、と思って。で、探して、でもちょっと絶対トイレの中だよねって話になって。で、 本当にその、なんかこう、いろんなとこ、だってトイレの中だから探すも何もないじゃん。全部もう見て、ない。でも音はブーブー聞こえる。ちょっと待てと。便器の中、水がちょっと揺れてると。ね落としちゃったそう。で、その、でも上から見たら見えないってことはそ、とそ,のとはその奥ですよ ま、うんこが通る方の。あうんこが上にあったわけじゃいうんこは上ねえよ。上から見たら見えない。いや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 うんこが揺れてたうんこが揺れてねえ。水が。うんこの中に。うんこの中なんだうんこに。解体したら。やだ出てきた最低だよ。どんなイリュージョンなんだって。ないよ。生で飲んじゃったってことだろそれがうんこの中に出てきたんだ。おかしいだろ、それ。で、そしたら、その、便器の中のさらに、奥ですよ。上からじゃ見えないとこ。に、どうやらある、つって。 ブーッてで、まあちょう手突っ込んで汚いけど、まあ別にね、もう流した後だから、水は綺麗ですからね。で、手突っ込んで、したらあったんだ。で、まず、すごいのは、<laughs> そんな水の中でもちゃんと電話、鳴るし、<laughs> ブーイって言ってるし、<laughs> っていう、もう、のもそうだし、うん、トイレ行ったの1時間ぐらい前だっつって。うん、だから、 1>, 1時間ぐらいその水の、ま、中のいてだダイバー用だったんじゃない, <laughs> い防水確保はしてあると思いますよある程度スマホはもちろんだけどやっぱすごいよねと思ってその話ってさだって1時間水の中つけてでさらにね電波も届いて電話も鳴るわけじゃん <laughs> バイブ機能ブーブーいってでその後まあ当然出してまあ拭いて,、まあ、拭いてまあ使いはするじゃないですか でも別に問題なく使えてるわけですよ。何にもなく。えー、あ、今そうなのスマホって。いや、だけど、<私>よく。携帯は水没したら絶対ダメだったで水没して、ね。で、まあ、携帯の時はよくあったし、で、スマホは、まあ、もうちょっと密閉してなんつうの、その、防水的には考えてあるんだろうけど、それでもよくね、トイレに落としてダメだったとか、イヤホンの穴がどうのとかね。なんかいろいろあるじゃないですか。 で、ダメになった人もいると思いますよ、もちろん全然。それはすごい。だから、物によってもう奇跡的にその防水がめちゃめちゃうまくいってるみたいなのとかさ、うん、なんかあるんだろうけどね。それはでも本当にすごいですよね。<laughs> 1時間水の中にいて、スマホで平気だったらね。だから、大田さんとかも、なんだっけ、前、あの、パソコンね、ミニモが、 動いて水だかお茶だかバーンってなったとかあったじゃないですかありました。ね。うん、あの時の太田さんは死にそうな顔したもんね。えっとね、あれはね、パソコン自体っていうよりも、うん、あの、電源のところにかかっちゃったんですね。はいはいはい。で、全部落ちちゃいました、ね。落ちちゃったでしょ。うん、あ、そっか。じゃあ、中がどうってことはな、でもなんか全部開けてどうのとか大変だったん、ね、開けてハードディスク取って。うん。あ 結局移植だから買い替えましたよあだそうだよねだそこまでいく電気系統が全部ダメになったうんねだからもうつかなくなっちゃったジジ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 ジって言ったとブンとブラックアウトブラックアウトジジ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 ジ iPod を朝こう iTunes から入れようと思ってこう作業してたら湯飲みの中にポトンと落としてティーバックのようもうそのまんま落ちてティーバックですねか慌てて取ろうとしてかき回しちゃったでも本当そう取れずにかき回しちゃったガチガチ で、もうだお釈迦ですよ。まあね。あれだ、だから iPod とかやっぱさすがに、俺も、あの、カバンの中にポンと放り込んで、やっぱりガチャガチャやってる間、やっぱちょっと壊れたことあるしね。うん。まあ、あ<ー>俺も普段そうですけどね。まあ、滅多なことじゃ、やっぱり水ですね。水か。えー、俺はね、なんか壊れちゃったね。あの、違かね、イヤホンが切れちゃうみたいなことはありますけどね。 あのイヤホンの前さお子さんも言ってたけどさあのさイヤホンの絡み具合うんあれは本当トいつまでたってもどんだけ絡むんだってことねもう投げますよ僕は <laughs> <laughs> ーンっ,って新しいイヤホンを あの、アマゾンいや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 、それはおかしい。それはおかしい。しますいや、だってそれじゃ別に、あの、マネジャーの支えなり、俺でもいいですよ。あの、ほどくことはできるでしょ、多分。面倒くさいってそんなことも、や、やりたくないし。いや、あの、アマゾンだって、アマゾンは便利です。便利ですよ。ただ、こうやって注文すれば来るんですから。まあ、それはね。でも、それもいずれ絡まっちゃうわけでしょ。 結局は。そしたまた a m a z いや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 、アマゾンアマゾンで。うん、まあそれはだからその頃には前のがほどけてますから。<laughs> <laughs> なんで自然にほどけんだよ。<laughs> なんかそういうことね。言ったわけないんなんか不思議ですよね、あれ。